MG 小太郎とエール正の笑う門にはグリーンズ。今日もよろしくお願いします。今日もです、まあ、結構実はですねグリーンズチャンネルにお便りとか質問が届いておりまして、うん、嬉しいですね。ありがたいです。それはじゃあちょっと今回はですね読み上げありがたいですねって言いながら今ポッキー食べてました。まあ食べながらね気楽な気持ちでやりましょう。でじゃあこれはですね前回もう質問いただいてその続編ですね、フラダンスを教えているフラダンサーの陽子ちゃんから、はい来てます。 MG 小太郎さん、はい、エールマサさん、はい、アロハフランダンサーの陽子です、はい、先日は夫の話をご紹介いただきありがとうございました、うん、おかげさまで何々風だなのやつですね、うん、おかげさまでちょっともやっとする夫の発言にもにこやかに対応できるようになりました、うん、よかったですが一つどうしても〇〇と言ってる風に変換できないことがあります、うん、家事が苦手な私に、うん、いつも夫がこう言ってくれるそうです、うん、いいんだよ君に掃除や洗濯をしてもらうために結婚したわけじゃないよ、うん、と言ってくれます、うん、優しいです、うん、ここまでは良いのです。素晴らしい素晴らしいですね、うん、ある日夫に、うん、じゃあなんで私と結婚したの、うん、と聞いてみました、うん、聞いたんだ。そうなんですよ、うん、甘い言葉を期待して。あ期待するね。優しい旦那さんですよね。甘い言葉を期待して。なんで結婚したんだ。ちなみにグリーンズのお二人はこのような質問にどう返されますかって、うん、まだ話は続くんですけど、うん、夫の答えはこうでした、うん、それが思い出せないんだよねチーンって感じです。これは何風と変換すればハッピーになるでしょうか教えてくださいということで2つ質問ですかね。まあ、何風に答えたらいいですかってことですかね、うん、一番知りたいのはグリーンズはどう答えますかってのがありましたけど、まずね、はい、その、はい、結婚するに理由がある時点で愛じゃないんですよ。なるほど愛に理由はないんですよ。なるほど素晴らしい。愛がある時点で左脳で考えてるんですよ。なるほどね。愛がある理由がある時点で、あ、なるほどね、センター試験になってるんですよ。なるほど。もうこれはもうなくなりますけど試験問題だですね。僕らは知ってますけど、はい、試験問題になっちゃってるんだ。答えが求めちゃう。その理由がある時点で左脳で考えてるセンター試験状態になってる。なるほど。もう模擬試験状態になってるから。なるほど。正解不正解の感じになっちゃう。理由がないのが愛ですね。なるほど素晴らしい回答です、ね、だから忘れてるっていうのは愛です、はい、あ素晴らしい。ちなみに僕もに考えて愛は思い出すものじゃなくて気づくものだよって回答だったので、まあ似たような感じですけど、でも意外とそうですよ、ね、愛は思い出すものじゃなくて気づくものだよって。だから今気づいてもう、ね、思い出すものじゃないよと思うんですよ ね、うん、そうだね。思い出せないっていうのはある意味正解なんじゃないかと思うんですよ。そうだって毎日そこにあるからいてくれるっていうだけで、うん、そうだよね、うん、毎日の中に愛があるから、うん、いつも愛じゃないですかそれは。って風だなと思います、うん、そうだね毎日が愛風だな愛だなっていう。そうだ愛だよもう、うん、思い出せないって愛だよね、うん、思い出せないっていう理由ないんだと思う。理由ないですかノーリーズンですよね、うん、そうそうっていうふうに思いますけど、うん、なんかちなみになんか途中でグリーンズはどう答えますかって書きませんでしたっけね。なんとありますか翡翠さんは。はぁって言うなんで喧嘩をしたのなんで喧嘩ヤンキーなのヤンキーの会話なのかな何どうした聞くまでもないよってことですか。そうだね。なるほど。パドンって言うの、ね、聞き返しちゃった聞き返すのは一番良くないと思うよパドンって言うの英語でねパドンって言っちゃった。しかも俺英語でパドンって言うと外人意味分かってないから。パドンに対してパドンにやっちゃうんですよねパドン外人がやってくるんだよね面白いですよ上手の、まあでも愛はでも思い出すね気づく毎日あるものですって思いますよね、うん、ある意味このやり取りも含めて愛なんじゃないかなというぐらいのね、うんうん、じゃあ何々風だなっていう風にまとめてどうまとめましょうかね。え何々風って何なんですか。ちょっと僕忘れたんですよ。いや、石井さんがこれは何々風愛情風だなとかありましたよね、うん、なんかそれの続きでいろいろ浦田さんの陽子さんはいろいろ夫の旦那さんの、うん、もやっとする発言にも対応できたんだけど、これだけは何々風って聞かれなかったので、あ思い出せないよね。認知症風じゃない記憶のことですか。結果左脳じゃないですかそれ結果記憶の話になってるじゃないですかそれ。試験と同じですよそれは認知症風で、まあ確かに柔らかくはなるかもしれないちょっとねそれは確かに認知症、新しい話の流れがガラッと変わりましたね。認知風味かな。認知風味、なんか自然風味みたいになってるけど、なんか味見たくなっちゃった。うん、まあ愛情風、これも愛だな風とかね、なんかあれじゃないですか。
でもさ、これ思い出せないんだよねっていう人ってさ、うん、天然に正直な人だよ。ああ確かにね、天然に正直、ごまかしてない、うん、天然に正直なさ、はい、作ろわない、なるほど、天然で正直な人だから、なるほど、素晴らしい魂、はい、ピュアな人だよ。そうですね、うん、包み隠さず、うん、全てをさらけ出して、ピュア風味だよ、ピュア風味、完全にピュア風味、風味だと完全にピュア風、ピュア風だなですね、うん、これはピュア風だな、いいですね、ピュア風、ピュア風だよ、でもピュアそのものですよね、ピュアそのものだよ。だって下手にこれ大人だったらちゃんとなんか理由つけるよ。確かに、で要はその場を取り繕ったりすることもできなくはないわけじゃないですか、うん、やろうと思ったら、うん、手のいいことって言ったらあれだけど、うん、思ってて、でも思ってる風になるはずだから、なるほど、なってないもん。でもピュア風ってことですね、うん、純粋ななってないところがすごいし、うん、そのようちゃんは、うん、そういうことも含めて、なるほど、あの慈しみの目で見てるっていうことさえ伝わってきちゃうね。そうですね、うん、逆にこれを言えるっていうのはある意味2人の関係性を、ね、そう、のろけにしか聞こえてこないだんだんね、のろけにしか聞こえてこない、正直言うと。もういい夫婦関係だ、うん、ハッピー、ハッピー風ですね、うん、ハッピー風だね、ハッピー風ですね、うん、ピュア風にハッピー風ですね、うん、そういうことですかね、はい、じゃあこれの回答にはピュア風だなということと、二人の関係はハッピー風だなということで、そう、はい、ありがとうございます。認知風は却下ですね、はい、認知症風はね、ちょっと認知症風は却下まあ使いたければ使ってもいいんですけど却下しておきましょうか。はい、はい、ありがとうございます。というわけで、こんなわけでお便り質問もね、まだまだどしどし募集してますので、お便りね、はい、ぜひGmailのグリーンズのアドレスの方に送っていただければ嬉しいなと思います。はい、はい、どんな質問来てほしいですか。どんな質問来てほしい、どんな質問に対する質問ですね。どんな質問来てほしいですか。まあちょっと真面目な質問でもいいですし、うん、まあ、例えばグリーンズにまつわる、うん、なんかこうエピソード聞きたいとかでもいいんじゃないですか。そのグリーンズ、グリーンズのなんかエピソードとかあんまりないかもしれない。グリーンズはさ、はい、俺の中では、はい、もう大学高校生がバンドやってる感覚に近い、はい、青春ですよね、うん、青春、それはすごいありますね。楽しいですもんね。そう、なんか楽しいですよね。俺正直言うとさ、はい、頼まれる仕事でさ、はい、いっぱいいっぱいさ、はい、仕事があるから、はい、そうですよね、これグリーンズってさ頼まれてないから、はい、そうですね確かに僕いつ間にか自然とやってますよね頼まれてないのにやるっていうのは青春だね。いや、本当ありがたいですよ。めっちゃありがたいですよ。でも楽しいです。本当青春を感じますよね。なんかさ、その、はい、バンドを組んで確かに一緒になんか、うん、成り上がっていこうみたいな、うんうん、俺青春の時できなかったから。僕もバンドはできなかったから。もう人前に立つ時点でできないし、はい、なるほど、喋ることもあんまりできなかったから、うんうん、もうその青春取り戻してるのがグリーンズだね。青春ですね、うん、楽しいですよね。そうそう、普通に公園とかでもねやりますもんね。青い春だけどグリーンだね、はい、おお、ややこしいな色がいっぱい出てきたまあでもね、グリーン、若い子ってグリーンって言いますからね。エバーグリーンとかね、うん、言いますから。意外とね、青春だけどグリーンです。そうそう、あ、だってさ、うん、はい、青森ってさ、はい、森、青い森って書くけどさ、そうですね、実際森って緑だからね。そうですね、そこなんで急に青春から。あ、ただ青森の森って緑じゃない。青森結構緑カラー多いですよ、その県のカラーっていうか。そうでしょ、うん、緑の色ですね。森ってさ自然って基本緑なのさ。緑ですね。なんで青い森なの。青い森なんですかね、うん、それは確かに不思議ですね。やっぱりグリーンズに遠慮したのかな、ね、後世いつかグリーンズというものが出てくるだろうみたいな、ね、グリーンズに遠慮したんじゃない。遠慮したんでしょうかね、うん、なんかそれはそれで遠慮する。北陸って東北北陸ってさ、遠慮王国じゃない。遠慮王国ですね。俺も新潟だし。確かに県民性はね、うん、間違いなく遠慮、まず遠慮から入りますね。ね、確かにもう九州とか全然違う、ね、熱量がね、情熱がね。最初こう九州の熊本公園行った時も大変な目にあった。大変もうスタッフの人が4人ぐらい、はいはい、3人ぐらい乗ってて、もう先に、はい、で俺乗ったら、はいはい、翡翠さんの夢は何ですか。移動の車ってことですか。もう最初初対面で。初対面で。3人に夢は何。自己紹介じゃなくて。うん、初対面で夢紹介。主催者さんにも。マジっすか。スタッフの人みんなに夢聞かれた。熱いですね。うん。情熱ですね。うつむいて、はい、いや特に。いじめられてるみたいです。尋問受けてるみたいな。熱さが違います。熱量が。すごい熱が。やっぱ超九州は違いますね。九州すごい。火の国ですね。懇親会元気すぎて、はい、声が聞こえない。あ、本当ですか。えー、すげえ。俺が一番元気がない。元気がない。普通にしてるだけですよね。講演者が一番元気がない。普通にしてるんですよね。でもそれは
翡翠さん的には、うん、講演者元気なさすぎて一番叱られそうなぐらい、はい、呼ばれたのに呼ばれていったのに講演する必要がないぐらいね、みんな元気、もう伝えることないんじゃないかっていう、ない、逆にね彼らね、はい、ただ集まりたいがために来て、ああなるほど、お祭りが好きなんだ俺の話聞いてない人が集まるイベントやりたい、元気だろ、でもそれはそれで素晴らしいですね。俺一番熊本でびっくりしたのは、はい、熊本でさ、はい、俺の公演さ、はい、3000円ぐらいだった、2500円かな、はい、2500円だった、あ安、割とに求めやすい、うん、で行ったらさ、入り口にさ、はい、フライヤーが置いてあってさ、はい、チラシが置いてあってさ、はい、あれ、はい、俺が行かない日の熊本のイベントが書いてあったの、はいはい、あれって俺熊本もこすぐ行く予定ないんだけどなと思って、はいはいはい、日にちなんかバッティングして間違っちゃったかなと思って、ね、はい、で見ても、はい、絶対その日熊本じゃないじゃないんですね、日だったの、ね、予定は入ってないんですね、仙台とかもう予定入ってるし、はい、これ俺絶対熊本って1回だけで、はいはい、おかしい、2回行く予定ないんだよなと思ってチラシよく見たらさ、はい、あの翡翠小太郎さんのファンの集いだ、おお素敵、いいですね、ファンの集い、ファンの集い、あ俺来なくてもファンの人同士で集ってくれてるんだって言って、ね、はい、見てびっくりしたのが、はい、そのファンの集いが3000円だった、安高くなってる、ファンの集いの俺が行くと2500円なんだ、おかしいやつ、俺行くと2500円、どういうことなんですかそれ俺行くと2500円なの、俺がいないとファンの集い3000円、翡翠さんのファンの集いなのに本人いなくて高くなってるんですかさすが熊本ですね、もう熊本ね必要としてないなるほど、ね、集まれれば何でもいい熊本の人が翡翠小太郎一切必要としてない、なるほど、いない時のが高いってことはね素敵なところですね、なるほど、あの人たちね、はい、もうね元気、元気、でも元気が何よりですよね、それは本当に元気、やっぱでも地域の県民性は現れますよね、うん、九州基本元気だね、いや素晴らしいですね、うん、いいですね、まあ、やっぱ東北と違いがありますね、東北はね、はい、あの秘めた温かさが、そうなんですよ、それはもうね素晴らしい、うちに秘めてますよ、もう大好き、そうもう後ろから埋まっていくとか俺大好きだもん、ね、前に前に来ないじゃない、そう前に行かない、東北の人たちって、ね、前に前に来ない精神性がもう大好き、はい、大好きです、いいですよね、うん、そうなんです、前に行ってる人は大体県外から来てる人ですからね、大体ね本当そうですよ、でもというわけで、はい、はい、MG 小太郎とエール正野、笑う門にはグリーンズ、ありがとうございました。